はい、こんにちは、ずいふさんです。今日は白岩るきさん、検索キーワードね、トップに来ておりましたので、やってみたいと思います。ただし前回ね、やりました、ですので今日は白岩るきさんの前世と現在の絡みということでね、見てみたいと思います。パッと見た瞬間、前世濃姫だったんですかとね、いうことでね、濃姫ね、胡蝶ね、まあ春菜ちゃんがね、やってましたけどね、大河ではね、最近ね、織田信長のもとにスパイとして送られた、ね、あるいは刺客として送られたお嫁さんなの。当時はね、政略結婚なんで、あのマムシの銅山の娘ね、いいかね、胡蝶よ、ね、信長の寝首を書いてこいと、寝てる時にナイフで刺して殺せという命令が下ったわけです、お父ちゃんからね、うん、それでまあ嫁ぐとこういうことで、まあ最後はね、もう本当に仲良く添い遂げるんですけども、まあ最初はそんな感じ、ね、ですから最近ではもうマイネームね、マイネームでソフィちゃんはね、ヤクザの大ボスである自分の父親、ね、警察の、ね、警察から送り込まれたスパイに殺されたと、ね、いうふうに勘違いして、そしてその親友、ね、お父さんの親友だったヤクザのボス、ね、にも弟子入りして、そのね、警察の悪いやつを殺そうみたいな。でも本当はそのお父さんは警察から送り込まれた、もうスパイだったっていうことでね、大変なことになったっていう、そのマイネームっていうね、ドラマあるんですけども、まあそのソヒちゃんですよね、その主人公のソヒちゃん、ね、みたいなね、やっぱりこう前世っていうことをずっとこう繰り返してきて、ですからまあ太陽ね、太陽魚座の一度にある、ね、水星とオポジション、普通のネイタルではこういう配置っていうのはもうありえない配置なんですけども、ハーモニクス Q ですから、そこでは成り立つわけです。ですのでね、太陽水星オポ、あ、そうなんだ、スパイだったんだと、ね、いうことですよね。ですからまあ織田の情報をね、バン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 美濃の斎藤道山にね書き送ってね、信長今こうしてますみたいなね、あのどうぞこちらね、あの終わりですけどどうぞみたいな、そちら美濃ですかってね、信長こんなことしてましたって、こんなこと言ってましたって、こんなことやっちゃったよね、ということでね、密定、もうこれ以上の密定いませんよね、でもね、うん、ということでね、であわよくばね、お前このナイフを渡されてね、このナイフっていうかもうすごいね、いつも枕元にこう忍ばせてね、まあ床をね、共にするということですからね、まあ殺そうと、ね、でまあそのうち、あれ信長って天才かもしれんのか、こいつすげえかもしれないねということで、だんだん気づき始めて、まあ本当の夫婦にね、だんだんなっていくということなんですけどね、最初はスパイ、マイネームでもソヒちゃんもね、ヤクザの親分、なんかもう自分の父親だと、もう父親みたいにだんだん思ってきた、ね、でそのヤクザの親分もだん
だんだんソシちゃんのことなんか自分の娘みたいな、ね、感じで情がだんだん湧いてきてっていうことだけども、実はね、お父さんやったのはそいつだったね、ヤクザのボスだった、ね、それが警察官からね、警察から送り込まれたスパイであると、ね、そのお父さんがね、それがまあバレて、お父さん殺したとね、ソシちゃんは警察が殺したとね、いうことでもう思ってたんだけども、実はそういうこと、真相はそうだったと、実はその自分が殺そうとした、まあ警察ね、警察トップ、警察トップっていうか、まあ上司ですよね、あれで言うとね、実はいいやつだったんだみたいな、敵だと思ってたんだけども、実はね、もう潜入させたね、張本人、というようなね、お話で、まあそれをずっとねやってるんだなと、敵か味方かわからない、まあ、特にこの戦国時代とかね、今でも血で血を洗うね、マフィアの抗争ね、そういったものだったりっていうね、そういう前世っていうのがね、もうずっとやってると、あるいはね、アフガニスタン、アフガニスタンみたいなね、君は味方なのか敵なのかみたいなね、ところで、まあ反政府なのかね、政府軍なのか、ね、血で血を洗う、そういうようなね、ところでスパイ役としてね、暗躍する、そういうようなね、前世、その中でね、やっぱりこう多くの人、傷つけてしまったことだと思いますし、殺したりとかもしたと思います。ですんでね、ああそういうことだったんだと、いうことでね、まあずっとそれがもう続いてきて、現世でも敵か味方かみたいなね、状況っていうのは起きる可能性が高いということだと思います。ですのでね、まあその中でもやっぱり善意、自分の善意を信じる、ね、それで何を目標にこう生きて、現世に来たんですかと、太陽、ね、サソリの26度にある、海王星とセクスタイ、ということですから、まあそれもね、敵味方超えてね、チンギス・ハンのようなね、敵味方超えてね、懐の深い、そういう劉邦みたいなね、劉邦ね、行くところ行くところでこう味方にしていく、敵なんだけども、もう懐深いんでね、お前まあ敵で戦ったけどお前すごいなって、じゃあやっていこうよって言って、だんだんこう大きくしていって、最後四面楚歌ね、項羽はね、みんなに四方向からね、四面楚歌ってね、攻められてしまうっていうことになるわけですから、まあそういったことですよね。ですからまあたとえスパイであったとして、スパイで入ってきて自分を殺そうとしたとしてもね、お前はもうその任務に忠実だ、お前は素晴らしい、お前は偉い、と言って、じゃあね、過去のことは水に流してね、一緒にやろうと、ね、いうようなね、方針ですよね。まあそういうことをこう目指して現世で生まれてきたね。ですからね、政治家で言うと二階幹事長みたいな、二階さんね、そうだから二階さん敵でね、過去にすごい自分に性的でね、ひどいことされたとですね。ひどいことされたとしてもね、あの時の君の立場だったらもう仕方がない、でも君は素晴らしいね。だからもう二階派に入れ、と言ってね、民主党、かね、民主党で自分を散々攻撃した人間も今、二階派ですからね。
浜松の方で、ね、浜松じゃないか、御殿場かどっかですよ、あの人はね、御殿場かどっかで買ってね、まあ、自分の二階派として頑張っていると、ね、そういうような懐の深さね。だからチンギス・ハンもそうですよね、まあ、かつて敵であっても、ね、認めて、部族の宗教も認めてってね。メフメト2世もそうですよね、宗教も認め、あ、イスラム教ですからね、メフメト2世イスラム教だけども、聖書とかもいっぱい読み込んでね、聖書のことも知ってて、いや、これは君たちの神ではこうだろうとね。だからまあ、分かるってね、うん、うちのね、イスラムの方の神はこうなんだよと、君らのね、ね、方では、まあ、神様はまあね、キリストさんはこうだっただろうってね、そういうような話し方で、オスマントルコ、ね、あれだけのでっかい、相当でかいですよね、オスマントルコもね。一時期、まあね、オスマントルコあれだけでっかくしたっていうのはそういうところですよね。ですから、まあ、メフメト2世のようなね、感じでね、生きなさいと、ね、いうようなね、まあ、使命、現世での、ね、やっぱテーマっていうね、ことですよね。そういうことをまあやっていくと。でまあだから血で血を洗う抗争みたいなね、裏切った裏切られた、ね、それをもうそれもはるかに超えちゃいなさいよとこういうようなね、ことだと思うんですよね。ですんでね、鬼の韓国合宿ね、白岩さんがね、もし J.Y. パークさんでしたらね、もう地獄の韓国合宿みたいな感じで、伝説地獄の伊藤キャンプみたいな言い方してますけど、地獄の伊藤キャンプじゃなくて、もう地獄の、ね、韓国合宿でね、20で、じゃあ20あのデビューさすの誰ですかって、マコだけですって、あとはクビみたいな、もうみんなね、しごいてね、脱落しちゃいました、どうしましょうみたいなね。まあそういう中でもね、まあ J.Y. パークさんもみんな仲良くしてるか、ね、どうかも見て、スタッフからも聞いてね、うん、思いやりがあるかどうか、あの子は、ね、どうなんだろう、ね、そういうところもね、やっぱり見てね、判断していたようですよね、うん、ですんで、まあこれからまあ9人、ね、仲良くやっていかなきゃいけない、その中で、1人でもね、何か仲良くできないようなね、子がいたらちょっとチームとしては困るからっていう、そういう観点だと思いますし、かなり厳しい選別だったんですけどね、白岩さんの場合もっと厳しいっていうね、まあでも女子チームを持たせたらもうかなり全国優勝間違いないだろうみたいなね、オリンピック優勝しますぐらいなね、そういう、まあ、金星土星スクエアという配置持ってますので、すごいだろうなと、ね、だからまあその中で絆を試すようなね、ことだったりということもあると思います。で、まあ、月海王星、オポジションということでね、まあ、いろんな人がまあ入り込んでくるし、ね、楽市楽座みたいな、織田信長みたいな、ね、もうスパイも入るんですけど、そんなことしたらってかんね、関所作りましょうよみたいなね、いうふうにね言って、まあ言ったんでしょうけどもね、いやいいと、敵も入ってくりゃいいじゃんって言って入ってきてね、こっちの情報もやるけど向こうの情報も入ってくるからってね、そういうようなこと、月可用性っていうね、お母さんはそういうね明け透けな人だったということですよね。ですんでね、まあその辺のところで、まあ現世でのねお試しね、その辺にあるのかなっていう、ね、その辺をね、まあ寛大にしてねやっていくのかなと、ね、だからまあ寛大といえばね、まあ、そ
そう、織田信長も実は寛大で自分を殺そうとしていた。柴田勝家とかもその筆頭ですからね。柴田勝家もね、で自分を殺そうとしていた人たち、もう許すと、お前らもいいと、それも戦国だから仕方ねえと、ね、お前らも部下にするから、ね、もう水に流す、ね、まあそしてもう一生ついてきますってね、権六、ね、柴田勝家ね、昔のね、権六って言われてね、殿ついてきます、それでまあ結束が生まれたということですよ。ここで普通の殿だったらここで柴田勝家ね、切腹、ね、その場で殺すみたいなねことだと思いますけどね。信長はそういう面ではね寛大だったと、ね、他のところでは残酷でもね、ここではまあこういうところではね寛大ね、だから比叡山焼き討ちしたじゃないかってね、あるんですけど、あれはもうね何回も何回もね13回ぐらい、本願寺にね騙されてね、約束破ると言いながら全部もう破られて、もうとうとうもうそれはもうダメだと、ね、いうことでっていうことなんですよね。よくよくまあすごい残酷だって思いますけどね、残酷だみたいに報道されてますけど、実はそういう歴史学者から言わせればね、そういうことだった。だからまあ真偽ね、そういったものはちゃんと守っていると、ね、ある意味すごい寛大であると、ね、いうことですよね。ですからまあそういった寛大さ、それをもう超えてしまうぐらいの寛大さ、権六許す、ね、権六処刑 処刑にするのか許すの、許して、で許して、ね、もう最後まで、ね、織田家か筆頭家老としてね頑張ってくれたわけですからね、柴田勝。そういうことがテーマなんだってね、思いました。ね、だから前世見て、ね、現世見るっていうとね、現世でのテーマっていうのはそこにつながってんだなって、思うわけですね。はい、ということでね、今日は 検索キーワードがね、もう急上昇してたんで、まあ、とりあえず。JO1 のね、白岩瑠姫さん、ね、見てみましたけどね。バフェットとか出てたんですね、先ほどね。ということです。ということでね、これからも頑張っていただきたいと思います。はい、ということで、チャンネル登録&高評価、よろしくお願いします。それではまた、さよなら。